ブレーマーハーフェン中心部ブレーマーハーフェン、定地ドイツ語、ステムルトは、ドイツ連邦共和国ブレーメント市州に属す、軍事優都市である。この町は、エルベベーザーイコールドライエック生誕の北海への移行部分に位置する。ブレーメント市州には、飛び地として属している。人口約11万3000人の大都市は、ブレーメン、オルデンブルク大都市圏の一部である。 陸側はクックスハーフェン郡に囲まれており、その上級中心をなしている。港湾都市としてのブレーマーハーフェンの伝統は、1830年に最初の港が完成して、以降、今日でも重要である。同時に、工業都市からサービス、学術都市への構造改革も行われている。ブレーマーハーフェン短化大学と多くの研究所や技術センターが、 ブレーメン学術都市と連携して、ヨーロッパの先端技術センターを形成している。ブレーマーハーフェンは、特徴的な灯台や、ドイツ船舶博物館、ドイツ移民ハウス、気象ハウスの文化コレクションでも知られている。ベーザー川川口付近地図ブレーメン州及び、ニーダーザク選州の四図。黄色が、ブレーメン市、紫色がブレーマーハーフェン。 飛び地や放量が存在する複雑な関係である。ブレーマー・ハーフェンは、ベーザー側が、北海に注ぐ河口及びゲーステ側がベーザー側に注ぐ合流点に位置している。地域の長さは、最大1 5 4トル幅は、最大、11. 1 1 1トルである。ブレーマー・ハーフェンは、ブレーメン市の飛び地であるシュタット・ブレーミシェス。 ユーバーゼハーフェンゲビーとブレーマーハーフェンと共にブレーメント詩集の飛び地を形成している。ブレーマーハーフェン市北東部に位置するフェールモーア地区の一部は細いニーダーザクセン州の土地に分断されたブレーマーハーフェン市の飛び地であり、従ってブレーメント詩集のもう一つの飛び地となっている。ブレーマーハーフェンは公式にはベーザー川沿いに位置しており、海に面してはいない。 内陸水路から海洋水路への切り替えは、ブレーマーハーフェンから数キロメートル北である。それにもかかわらず、ブレーマーハーフェンは、北海沿岸で、唯一のドイツの大都市あるいは、海洋都市と呼ばれる。これは、ベーザー側の川口付近の広がりが、直接海に面しているような印象を与えるためである。ブレーマーハーフェンは、北は、ゲーストラント、東は、 シフドルフ、南は、ロクスシュテットと境を接している。西は、ブレーメンの飛び地と接している。ベーザー側の対岸には、ノルデンハム市のブレクセン地区があり、ブレーマーハーフェンとベーザーフェリーで結ばれている。本市は、おおむね海抜0.2メートルから2メートルに位置する。最高地点は、レイアーハイデシクにある11.4メートルの隆起で、ある。これは、 市の北部をブレーマーハーフェンとクックスハーフェンとの間に伸びるゲースト地形、ホーエリートの始脈である。ゲーストの南に位置するタイとなる地形区分はベベシュテッターモアゲーストと呼ばれ、両者ともにベーザーミュンダーゲーストの一部である。現在ブレーマーハーフェンに属す古い中心部の多く、すなわちレーゲーステンドルフ、ブルスドルフは高波から守られた。 ゲーストの上にある。ベーザー側の堤防は、ベッデバルデンからノヤールネジールとの間では、高さ6.2メートルから8.3メートルに達する。ブレーマーハーフェンのもう一つの地形がマルシュである。ベーザーマルシュの一部である、ゲーストの北側のブルスターマルシュと南側のビュルデナー、マルシュの他に、ゲーステマルシュ、ロールマルシュがある。マルシュには、 ベッデバルデンの古い中心街がある。ブレーマーハーフェンもマルシュで形成された。ベーザー川の中にはユネスコ世界遺産に登録されている小さな干潟がある。ベーザー川、ゲステ川、ロール川、ルネ川、アウエ川が市内を、あるいは市をかすめて流れている。ブレーマーハーフェン市は二つの管理区とそれに属す九つの市区で構成される。 区はさらに24の地区に分けられる。管理区デフォルトでは、管理区のキーナンバーに従って相当されている。粛々な相当は、キーナンバーに従って行われている。キーナンバーは、階層構造になっており、正式には4桁である。1桁目は管理区、2桁目は区、3桁目は地区で、4桁目は、すべて、例である。この概要項は、 1938年4月1日からブレーメン市に属している。ブレーマーハーフェン市はこの地域に関して一部の自治体行政を代行する協定を結んでいる。北海に近いことから気候は概ね海洋性気候に一致する。夏は摂氏30度を超えるような暑い期間が長く続くことは稀である。冬は雪はわずかに降るかあるいは全く降らない。 最低気温が低く、摂氏10度を下回ることは、ほとんどない。平均年間降水量は741.5ミ、mm、リメートルである。降水の多くは6月から7月にあり、2月の降水量は約36ミリメートルと、最も乾燥している。2009年現在の最高気温の記録は1992年8月9日の摂氏35.8度。 最低気温の記録は1956年2月25日の低、摂氏18.6度である。ブレーマーハーフェンのパノラマ2019年5月、レイ霊シクのビュッテラー通りの発掘により、考古学者たちは深さ1.2メートルから、鉄器時代の住居跡を発見した。貯蔵穴や東辺といったその他の出土品や、紀元前一世紀の泉が、 最初の定住跡を証明している。小高い丘の村ベッデバルデンは1091年に、教会の村ギステンドルフとワルチェドーフが1139年に、初めて文献に記録されている。ラヘは1275年に、初めて記録に登場し、アムトの所在地を呼び、市場の開かれる集落として、近隣の重要な村落となった。政治的には、 ゲーステ川の川口付近を長らく、ブレーメン大司教とブレーメン氏が争っていた。この地域は1648年、1654年に、スウェーデンの支配下に入った。1672年に、要塞都市、カールスブルクの建設が始まり、1719年には、それまでデンマークの所領であった。この地域は、ブラウンシュバイクリューネブルク線提高領となり、 さらに1814年からは、ハノーファー王国領へと変遷した。1831年のブレーマーハーフェンの港と都市の計画図、ベーザー川の砂の堆積が増大したため、1827年に、ブレーメン市長のヨハン・シュミットは、ゲーステ側がベーザー川に注ぐ河口の北側に面した、かつて未完成に終わった、スウェーデンの城塞都市、カールスブルクの土地と干潟を、 ハノーファー王国から購入した。土地は1827年5月1日に引き渡され、ブレーマーハーフェンと名付けられた。アルターハーフェンは1830年までに完成した。1845年にハノーファーは、ブレーマーハーフェンの南側ゲーステンドルフの近くに、村落を建設し、1847年6月26日に、ゲーステミュンデと名付けた。 この村も、ブレーマーハーフェンと競って、港を建設した。1847年から1852年に、ブレーマーハーフェンは、ノヤーハーフェンを建設し、この町は1854年までに、ヨーロッパ最大の移民の出発港へ成長した。1857年に、北、ドイツロイドが設立され、1873年から1876年に、 カイザーハーフェンアイが建設された。北、ドイツロイドは、その後ブレーメン最大の、1881年には、世界最大の海運会社となった。1897年に、カイザー水門が、1907年、1909年に、カイザーハーフェン2 3が設けられた。重要な船舶が出港、寄港することでブレーマーハーフェンは、有名になっていった。 1927年にバーンホーフアムメールという名称であったコロンブス駅を有するコロンブス五岸堤防が完成した。第二次世界大戦で破壊された旅客施設は徐々に復興された。1962年に旅客施設2が新設され古い施設は取り壊された。1968年から設けられていた。 コンテナターミナルが1978年から拡張された。現在ここには長さ約5キロメートルの護岸堤防と合計14の経流施設がある。1885年、ブレーメンで建造されたザギッタ号がドイツで初めての遠洋漁業船として用いられ、その後遠洋漁業が本格化した。1896年にフィッシェライハーフェンアイが ゲーステミュンデに建設された。ゲーステミュンデと、イエが合併して、ベーザーミュンデ氏となった後、フィッシェライハーフェン2が完成した。1935年に存続してた、ブレーマーハーフェンの漁港が廃止され、1939年に、ブレーマーハーフェンは、ベーザーミュンデ氏の一部となった。1947年、ベーザーミュンデは、ブレーマーハーフェンと改名された。 1971年の市の新区分によって、南管理区のフィッシェライハーフェンは、独立した、市区となった。2010年にこの市区に、ルネプラーテ地区が合併した。1846年にレイアーハイデの農民が、レイアーフェルトマルクに移された。ゲーステミューンデは1850年にラントゲマインデとなり、ブレーマーハーフェンは1851年に、都市権を得た。 1866年、レ霊エとゲーステミュンデが、プロイ占領となった。ゲーステンドルフは1889年4月1日に、ゲーステミュンデに合併した。ルネプラーテの地図。2010年までは、赤い部分は、ブレーメンし、青い部分は、ニーダーザク選手に属していた。ゲーステミュンデは1913年に、レ霊エは1920年に、 都市圏を得た。ブルドルフは1920年にゲーステミュンデの一部となった。1924年11月1日、レイエ氏とゲーステミュンデ氏は、ベーザーミュンデ氏として統合された。1927年に、ベッデイバルデン、シフドルファーダム、シュペッケンビュッテルが、ベーザーミュンデに合併した。1937年に、 現在のズールハイベの建設が始まった。1938年に、ユーバーゼーハーフェンがブレーマーハーフェンから分離され、飛び地として、ブレーメン市に合併した。1939年に、それまで存続していたブレーメンに属す、ブレーマーハーフェンの地域が、プロイセン王国のハノーファー州に属すベーザーミュンデに、合併した。第二次世界大戦後、 ベーザー・ミュンデとハンザ・トシブレーメンは北ドイツの飛び地としてアメリカ管理地区となった。ベーザー・ミュンデは1946年から1947年までイギリス管理地区に含まれていたが、1947年にイギリスとアメリカの軍事政府の共同委員会の決定に基づきハンザ・トシブレーメンに統合されアメリカ管理地区に編入された。 自由半座都市ブレーメンの新設後、ベーザーミューンでは、ブレーマーハーフェンと改名された。その後本市は、アメリカ軍の補給港として利用された。1971年に、ブレーマーハーフェンの都市行政は、二つの管理区、9つの、市区、23の地区に分割された。2010年に、それまで、 ニーダーザクセン州に属していたルネプラーテが24番目の地区として、ブレーマーハーフェンのフィッシェライハーフェン地区に編入された。1910年頃のブレーマーハーフェンの路面電車1854年に、ブレーマーハーフェン灯台が、1855年に、ビュルガーシュミット記念協会が建設された。1881年から、 ブレーマーハーフェナーシュトラーセンバーンエージーの馬車鉄道が営業を開始し、1898年からは蓄電池による鉄道が運行した。1908年からは河川駆動式の電化された路面電車に完全に置き換えられた。1914年にゲーステミュンデ駅と霊駅が開業した。 1933年ゲーステミンでの中央郵便局が営業を開始した。ハンス・シャローンが建造したドイツ船舶博物館が開館したことで、この街は1972年、75年にドイツで最も重要な海洋博物館を有することとなった。ブレーマー・ハーフェンタンカ大学は1975年に設立され、その後拡大を続けている。 ゴットフリート・ベームがその中央棟の設計を行った。ブレーマー・ハーフェンの建築家、ペーター・ベーバーの設計に基づくコロンブスセンターは1977年に完成した。1980年にアルフレート・ベーゲナー、研究所局地及び海洋研究のためのヘルム・ホルツセンターがオスバルト・マティアス・ウンガースの設計により建設された。オット・シュタイドレの設計に基づく、 フィッシェライ・ハーフェン水門の拡張工事は2004年に始まった。モルゲンシュテルン博物館を母体とする歴史博物館は1991年に現在の新館を建設した。2005年にドイツイミュンハウス、2009年に気象ハウスが創設された。1962年の高潮はケネディ橋と傍聴席の完成5月後に起こったため、 この街は大きな被害を免れた。1930年のブレーマーハーフェン。雪岩しているのがオイローパ、その奥がブレーメン船舶の出港、気候は海洋都市ブレーマーハーフェンにとって常に重要である。重要な船舶の場合、数千人の見物客が訪れることもある。1827年に最初の船舶として、 スウェーデンのホブネライク・グッドがブレーマー・ハーフェンに寄港した。1830年にアルター・ハーフェンが完成後、最初に寄港したのは、アメリカのスクーナー、ドレーパーであった。1837年に、海水浴客の輸送が始まり、1847年に、外輪船、ワシントンが寄港している。 ブロンミー提督の艦隊が1849年から1853年まで、ここに停泊した。1854年には76,875人の移民がヨーロッパからブレーマーハーフェンを経由して、出発した。北、ドイツロイドが1857年に設立され、ニューヨーク、または、ボルチモア行きの定期便を運航した。最初に使われた船は、 ブレーメン1であった。北、ドイツロイドの他の船舶は、1875年就航の、ホーエンツォレルン、1881年に就航の、エルベ、1897年にブルーリボン賞を獲得した、カイザービルヘルムデア・グロッセがあった。1885年に、ザギッタが、ドイツ発のエミオー行行船として収益した。同じ年に、ゲーステミュンデから、 世界初の海外向け、タンカー、アンドロメダがニューヨークに向かって出航した。タンカー輸送のパイオニアである選手のリーデーマンは、スタンダードオイルとともに、ドイツの石油輸送の重要な担い手であった。1886年、最初の帝国郵便船は、東アジアに向かって出航した。1902年に、来たドイツロイドの船、クロンプリンズビルヘルムが、 1929年には、ブレーメント、オイローパが収益した。加工船、ヤンベレムにより、1936年からホゲが、重要性を増した。1945年から、アメリカ軍の軍隊輸送船の時代が始まる。95隻の船が何千回もこの港に着岸した。バナナ機船は、1949年から約500隻の冷蔵船により、 約5000回にわたってバナナを輸送した。1958年、エルビス・プレスリーがこの町に到着した。1950年、グリップスホルムによって旅客輸送が再開された。1951年にアメリカ、1953年にブルーリボン賞、受賞戦、ユナイテッド・ステーツ、1955年にセブンシーズがその任を担った。 1957年、空母、フォレスタルが寄港した。その後、1959年に、旅客船、ブレーメンが続き、1964年には、インジがその罪にを下ろした。1966年には、旅客船、オイローパが就航した。1966年にフェリー、プリンス・ハムレットが、ハリッチュへ、ローラント・フォン・ブレーメンが、ヘルゴラント島へ、 さらに1970年には、プリンス・オベロイが、ハリッチュへ運行した。1970年には、旅客船フランスが、1987年に、クルーズ客船、クイーン・エリザベスにが寄港した。ザイルは1986年から定期的に、開催される主要なイベントで、ウィンドジャマーのパレードが行われる。2011年、世界最大の自動車運搬船。 ファウストが、ユーバーゼーハーフェンに寄港した。2006年、当時世界最大級のコンテナ船の一つであった、エマ・マースクが、2009年に、クルーズ客船、クイーン・ビクトリアが、2012年に、コンテナ船、CMA、CGM ・マルコ・ポーロが寄港した。ブレーマー・ハーフェンの人口推1827年、ブレーマー・ハーフェンには19人が住んでいた。 人口は1871年までに1万人を超え、1900年までにはさらに倍の約2万人にまで増加した。1939年、人口26,790人のブレーマーハーフェンと86,041人のベーザー・ミュンデが合併し、人口約11万3,000人の大都市ベーザー・ミュンデが新たに設けられた。 1968年に人口はピークの148,931人に達した。その後人口は減り続け、2012年に108,323人の極小値を記録した。2012年以後人口はわずかながら増加している。2017年末時点のブレーマーハーフェン氏の人口は113,026人である。 2017年、人口118,941人中43,206人が、福音主義、12,685人が、ローマイコールカトリック、63,050人が、宗教団体に所属していない。ビュールガーシュミット記念教会、福音主義教会現在の、宿は19世紀には主に福音主義教会に、属していた。 1927年、ブレーマーハーフェンの成立後、住民たちはまずレイへの教会組織に組み込まれた。レイエは早くも1520年から宗教改革がなされ、当初は主に改革派教会の集落であった。しかし、スウェーデン統治時代にルター派の教義が優勢になった。1846年から、福音主義、ビュルガーシュミット教会が建設され、 ルター派と改革派の信者が一体化した組織が形成された。この教会は、初めからずっと、ブレーメン福音主義教会に属しており、これに属したまま現在も存続している、ブレーマーハーフェン唯一の教会組織である。1855年に分裂するまで一つのルター派教会組織が存在していた。その後に設立された、 例えば1863年に創設された十字架協会のように後に創設された教会組織や1939年以降にブレーマーハーフェンと合併したベーザーミュンデ氏及びその前身であるゲステミュンデ及び例の教会はルター派教会であれば福音主義ルター派ハノーファー地方教会もしくは改革派教会であれば福音主義改革派教会に属している 自由主義協会福音主義自由協会連合は、ブレーマーハーフェンの7つの協会の代表している。このうち2つは、セブンスデーアドベンチスト協会で、その他に、福音主義自由協会組織連合、バンドフライヤーエヴァンジャリッシャーゲメーンデンイン、ドイッチュランド、クリストレシャゲマインシャフト、メソジスト協会、バンドフレイカーチリッカーフィングストゲマンデンの協会が一つずつ、ある。 また、ベフに加盟していない自由教会もブレーマーハーフェンには存在する。ゲーステミュンデのヘルツイエズ、教会カトリック教会カトリック信者は、数の上では、プロテスタント信者に比べて明らかに少数派であり続けた。1867年に、最初のカトリック教会セマリエン教会が建設された。この教会に属す教会組織は、 ブレーメンの西洋藩教会の司教会であったが、1902年に独立した教会区を形成した。その後ともに1911年に創設されたヘルツイエズ教会、ゲーステミュンデ及びヘルツイエズ教会、例が続いた。現在ブレーマーハーフェンとクックスハーフェン軍の教区教会はヒルデスハイム市教区ブレーマーハーフェンに主席し祭区に属している。 新首都派協会ブレーマーハーフェンには2013年末まで、ブレーマーハーフェンブルスドルフ、ゲーステミュンで、例への3つの新首都派協会組織があった。2013年以後これらは統合され、これ以後、ゲーステミュンで日本部を置いている。ユダヤ教、ゲーステミュンで区のシュール通りにあったかつてのシナゴーグは、1938年11月9日に、 破壊された2000年11月に、ブレーマーハーフェンで、ユダヤ教組織が30人の信者で新たに創設された。ユダヤ教組織ブレーマーハーフェン EV は1938年以後、最初のユダヤ教組織である。アメリカ軍兵舎のアム・クライネン・ブリンク教会内に、新しいシナゴーグが設けられ、2000年11月7日に完成した。イスラム教このには、 大きなイスラム教の住民グループが存在する。主に、トルコ人であるが、他に、レバノン人、パレスチナ人、イラン人、パキスタン人、シリア人、北、アフリカ人も含まれている。三つのモスクがある。例のターキッシュ、エスロミシャユニオンデアアンシャチルトフュアレリジョンやゲーステミュンデのミリ GR がそれに含まれる。1827年のブレーマーハーフェン創設に、 ともない、当初は、ブレーメン参事会から派遣された、非独立の官僚が、アムトマンとして、市行政を執行していた。ブレーマーハーフェンは1837年に、暫定的な条例を制定したが、アムトマンの強力なコントロールの下にある状況は、変わりなかった。1851年に、最初の基本条例を作成し、都市宣言を行った。行政組織は、 市議会の代表者の指揮下に市議会議員と都市指導者からなる委員会が置かれた。ただし、下級裁判権や警察権のような重要な行政機能は引き続きアムトマンの下に残された。1879年に新たな都市法が発行した。本市は1 0 0人のシュタットディレクターを代表者とし、アムトマンの職務が市当局に移管された。市議会は 都市指導者と独立した地位を得た。1894年に、ハンザ都市ブレーメンの代表として、アムトマンが、再び任命された。プロイセンに属す、隣町のゲーステミューンでは、1913年に、王の命令によって、軍独立士となり、市長は1917年に、ビルヘルム2世によって、上級市長に昇格された。エは1920年に、 軍独立市に昇格し、都市行政のトップは上級市長となった。ブレーマーハーフェンでは1922年に新たな都市法が制定された。この改正は第一次世界大戦後の新たな政治状況によってもたらされたものであった。例えば、選挙権が拡大され、都市代表者会議の権限が強化された。それまでのシュタットディレクター職は、 プロイセンの近隣自治体の対応する職の名称と一致する、要、上級市長という名称に改められた。ナッチ党の権力掌握後、1937年に、最後のアムトマンが解任された。1939年に、ブレーマーハーフェンがベーザーミュンデの上級市長の主導で、プロイセンの都市、ベーザーミュンデに合併する前に、 ブレーメン市長及びその他の都市指導者の勧告に従って、港湾地区とブレーメンの都市部分が分離された。1945年、軍事政府は上級市長及びその代理としてのビュルガーマイスターを指名した。1946年に戦後最初の選挙が行われた。同年、軍事政府はベーザーミュンデをリーダー作戦から分離し、ブレーメンに編入して、 第4のアメリカ管理地区とすることを決定した。ベーザーミュンデの都市代表者会議は1947年に、ブレーマーハーフェンへの解消を決定し、見かけ上の市3次改正度を廃止した。現在ブレーマーハーフェンの地域は、ブレーマーハーフェン市法に基づき、都市代表者会議とマギストラートを行政組織として、有している。ブレーマーハーフェン市庁舎ブレーマーハーフェンの都市、 代表者会議は、4年ごとに、市民の選挙によって選出される48人の議員で構成されている。この会議は、基本的に市のすべての案件を担当し、市当局の職務遂行を監督する。都市代表者会議は、議員の中から議長と第一補佐役、さらに少なくとも、もう一名の補佐役を選出する。さらに、任期中のマギストラート名誉院を選ぶ。 都市代表者会議は、任期6年のマギストラート常任委員を選ぶ。議長議長は、都市代表者会議を代表し、会議を主催し、議会管理権を行使する。議長は、その補佐役と共に、議会首脳部を形成する。ブレーマーハーフェンのマギストラートは、常任の委員で構成されている。マギストラートの代表である、上級市長、その補佐役である、ビュルガーマイスター。 その他の専任の委員である。この他に名誉職の委員が加わるが、その人数は常に常任委員の数を超えている。マギストラートは、市の行政官庁であり、都市代表者会議の決定に基づいて、行政を執行し、報告を行う。上級市長上級市長は、行政の指導者である。上級市長は、緊急事態に際しては、 事前のマギストラートの決定なしに必要な措置を講じることができ、また、法に反していると判断した、マギストラートの決定に対して拒否権を行使することができる。ブレーマー・ハーフェンは、ベーザー・ミュンデが自由犯座都市ブレーメンに編入され、ブレーマー・ハーフェンと解明された後、紋章と旗を使用している。 公式な承認は1947年5月28日に得られた。紋章のデザインは、ミューンスターの芸術家バルデマール・マレクによってなされた。紋章図柄、銀字。波状の青い木部の中に、銀の魚が描かれている。その上には線尾に青い屋根の建物を乗せた赤い、半座線。船の帆には3つの紋章が描かれている。1、赤字に、銀の鍵。 その上部は銀字に赤い先鋼十字、二、青字に、金色の怒り、三、赤字に、斜め十字に組み合わされた二本の銀色の大釜の葉。船と、魚は、港湾、漁業の町としての重要性を示している。旗ブレーマーハーフェンの旗は、長辺と平行に同じ幅で三分割。上部と下部は、赤字、中央は白字である。旗の中央に、 ブレーマーハーフェンの紋章が描かれている。ブレーマーハーフェンは、6つの都市と、姉妹都市協定を結んでいる。さらに、ブレーマーハーフェン市は、1954年5月16日に、西プロイセンのエルビング市及び旧エルビング軍と援助、協力関係を締結した。ゲーステミューンでのエルビンガー広場は、この援助、協力都市にちなんで名付けられた。アウトバーンへの接続路は、 姉妹都市にちなんで名付けられている。ミッておよびえ、フェン、ブレーマーハーフェン東大アトランティックホテルセールシティ、レイブレーマーハーフェンシリーズホールゲステミュンデ、ブルスドルフゲステミュンデのクリストス、教会ブレーマーハーフェンシリーズ劇場博物館戦 u b o a ビルヘルムバウアー民族野外博物館、シュペッケンビュッテルのゲストホーフアンラーゲ、 シュペッケンビュッテル公園のバイデンシュロス2010年のディーザイルに参加したアメリゴベスプッチゴフィッシェライハーフェンのドラゴンボートレース2016年にブレーマーハーフェンは39兆4800万ユーロの市内総生産をもたらした。同じ年の一人当たりの総生産は34771ユーロであった。 労働人口一人当たりの総生産は57,831ユーロであった。2018年の市内の就労者数は約53,093人であった。2019年6月現在の失業率は12.0%であった。ガントリークレーンが並ぶブレーマーハーフェンのコンテナターミナルブレーマーハーフェンの成立以来、経済は 港と極めて密接に結びついていた。1895年には、28隻の船舶から、なるゲーステミューンでの遠洋航海船団が、形成されていた。ゲーステミュンでは1891年から1896年に、潮に左右される水門を持たない港フィッシェライハーフェン、愛を建設し、1914年までに93隻の漁船を持つまでに拡大した。 1930年代には215隻の船21社の遠洋漁業船会社に7000人の従業員を要する一時的な最盛期を迎えた。ここは1960年までヨーロッパ最大の漁港であった。アイスランドやノルウェーの漁場が200海里に拡大されたことにより1984年までに最も重要な漁場と遠洋漁業2000人以上。 水産加工業、約4000人分の職場が失われた。現在、ブレーマーハーフェンには3隻だけ漁船がある。現在に至るまで港湾業務と関係した経済分野がこの町の経済構造を形成している。コンテナターミナル、造船所や自動車の積み出し、水産加工業などがこれに当たる。ブレーマーハーフェンの商工業による主な活創造は、 海上輸送貨物の積み替え業によってもたらされる。製造加工業に関わっている部分はわずかである。サービス業での積み替え業務は確実にその価値割合を高めている。一方で工業加工業は背後値がほぼ独占的に受け負っている。海上貨物の積み替え量は1955年が130万トン、1975年が820万トン。 2006年が4900万トン、2011年には6700万トン以上と増加した。2018年の積み替え量は5116万トンであった。2019年未来アトラスでブレーマーハーフェンは401の軍、市町村連合、軍独立市のうち383位でリスクが高い外に位置づけられている。本詞は ドイツでもも貧しい大都市の一つである。ブレーマー・ハーフェンの自動車積み出し口1877年創立のブレーマー・ラーガーハウスイコール・ゲゼル・シャフト・ AG から設立された LG ロジスティクスグループは現在6000人の雇用者を擁するヨーロッパにおける自動車輸送のリーダー企業である。BLG の自動車ターミナルは総面積300万平方メートル。 12万台の自動車を置くことが可能である。自動車の総額はすべて活用した場合には約36兆ユーロに達する。2011年に200万台を超える自動車を積み込み積み下ろししたことでブレーマーハーフェンはヨーロッパの自動車積み替え港の主導的立場に立った。ドイツ市場向けの輸入車の多くはブレーマーハーフェン経由でドイツに入る。 2014年には230万台の自動車が積み替えられた。自動車の他に約100万トンの大型貨物、小型貨物、200トンまでの重量物がロー、ロー牢船で積み替えられる。大型貨物としては、建設機械、農業機械、トラック、牽引自動車、その他の機関車などが挙げられる。 アメリカのアムトラック用アイス試験車両や中国に送られるトランスラピッドはブレーマーハーフェン経由で船積みされた。ロイド・ベルフトのポーラーシュテルンドック・テックレンボルク、リック・マース、SSW、ジーク・ホルトといったブレーマーハーフェンの伝統豊かな造船業者が世界的な造船不況により閉鎖した。存続した企業も仕事量が少ないため、 従業員を大幅に減らさなければならなかった。それにもかかわらず、ロイド・ベルフト及びペット・ライコールグループに属す修理、ドック、ジャーマンド・ライドックスや、ブレードなどによりブレーマー・ハーフェンは重要な造船都市の地位を保持した。新造船の減少による、かつ創造の低迷は、修理事業における、ドックの部品供給業者にまで及んだ。2019年7月に、 ペトラムはブレーマーハーフェンにおける造船事業をハインリヒレナーグループに売却した。ABC ハルプインゼルブレーマーハーフェンはドイツにおけるオフショア風力エネルギー産業にとって重要な都市の一つである。機械製造業の一部は2010年代後半に海浜地方に設置する大型風力発電機の生産で成長した。市の南に あればビント GMBH、ゼンビオン、パワー、ブレーズ GMBH、ベーザービント GMBH などのメーカーが立地する、北海のオフショア風力発電施設建設のための工業地区がある。ベーザー川沿いでは、ゲーステ川の合流点の上流に、オフショアイコールターミナル建設のための風力発電機、積み替え工建設が計画されている。総費用2億ユーロの、 このプロジェクトに対しては、オフショアの運用が非常に不安定であるという批判がなされている。オフショア施設のための風力発電機の積み替えに、いわゆる ABC ハルプインゼルや、コンテナイコールターミナルアイが利用されるようになって、以後、現在では、こうした運用は必要とされていない。別のオフショアイコールウィンの建設での再利用が期待されている。 ブレーマーハーフェンは現在でも最も重要な漁港である。この街にはフィッシュタウン、その住民にはフィッシュケッペというあだ名が付けられている。アイスホッケークラブレブブレーマーハーフェンはフィッシュタウンペンギンズと名乗っている。港湾積み替え業務から生じたのが食品加工業、特に魚の加工と冷凍食品である。現在、 バナナをはじめとする熱帯の果実の積み替え及び熟成、貯蔵も、港湾地区内で行われている。かつては新鮮な魚、後にはもっぱら海や道路を運ばれて供給された、冷凍魚の漁港での積み替えに代わって、現在のブレーマーハーフェンでは、食品産業の高度に工業化された部門が製造を、行っている。この産業への要求は、 生鮮食料品から調理済み食品、さらに保存料なしの冷凍食品への消費習慣の変遷に伴って変化している。コロンブスクルーズセンター20世紀末頃から観光業が新たな骨格として確立されつつあるが、これは港の雰囲気と海洋関係の博物館によるものである。かつて灰色のネズミと呼ばれたブレーマーハーフェンは魅力的な博物館と、 上質な飲食業で鮮やかな色彩を獲得している。特に、ドイツ移民ハウス、統計8度気象ハウスブレーマーハーフェンと、周遊ツアーのある港は、旅行の魅力となっている。2014年には63のツアーに7万人を、超える利用客があった北海やバルト海クルージングの、起点、終点として、近代的で、高性能のターミナルを持つブレーマーハーフェンは、 重要な都市である。現在のコロンブスクルーズセンターブレーマーハーフェンは、歴史上、コロンブス護岸堤防として、ヨーロッパ大陸からの重要な移民の港として、知られており、1970年代まで北海を渡る、あるいは大西洋を渡る旅客船の港として、ドイツの重要な港の一つであった。ドイツ船舶博物館近くのレストラン前にある、クラバウターマンの、 ゾーブレーマー・ハーフェンは、2010年から、クラバウターマンの伝説によって、ドイツメルヘン街道の終点となった。港湾業、水産業及び造船業の構造改革や、アメリカ兵の撤収に伴う購買力の低下によって、1990年代末まで、ブレーマー・ハーフェンの失業率は、西部ドイツの記録レベルにまで増加した。1998年には、 歴史上最悪の失業率22.3%を記録した。コンテナや自動車の積み替え業務が改善し、観光業やオフショア風力発電分野で新たな雇用が生まれたことで、1000年期の変わり目頃からブレーマーハーフェンはゆっくりと立ち直っていった。2019年6月のブレーマーハーフェン市の失業率は12.0%であった。 ニーダーザクセンに属す周辺地域の一部を含むブレーメン・ブレーマーハーフェン管区における同時期の失業率は9.0%であった。ブレーマーハーフェンでは日刊誌としてノルトイコール・ザイトゥングが独占的地位を占めている。エルベベーザード・ライエックで公読されているほとんどの地方日刊誌がノルトイコール・ザイトゥングの出版社で地域を超えて制作されている。 クックスハーフェナーなハリヒテン、オッテルンドルフのニーダーエルベイコールツァイトング、セーフェンのセーフェナーザイトングがこれに含まれる。ラジオブレーメンはコロンブスセンターに外部スタジオを有している。この他にテレビラジオプログラムとしてビュルガールントフンクブレーマーハーフェンがある。ラジオブレーメンの放送はブレーマーハーフェンの市外にあるテレコム送信書シフドルフから発信されている。 市内の NDR プログラムもすべてここから発信されている。このほか市内にラジオ FFN、ヒットラジオアンテネ、エネルギーブレーメンなどを発信する送信書がある。テレビプログラムはもっぱら DVBT 方式で送信される。ブレーマーハーフェン港湾地図港世界最長の五岩堤防を持つコンテナターミナル。潮の干満に左右されない自動車輸出入用の港。 旅客用のコロンブス岩壁が、シュタットブレーミシェス・ユーバーゼーハーフェン・ゲビートに遺族し、ブレーメンポルツによって運営されている。この会社は、倉庫、岩壁、仕分け場、道路や鉄道といった、交通施設を含む、港湾施設を管理している。水先案内は、ハーフェン・ロッツェン・ゲゼルシャフト・ブレーマーハーフェンの職務である。ユーバーゼーハーフェン・ゲビートは、 コントロールタイプ I の自由地区であり、EU 課税地域内の関税上の特別地区となっている。ここは、境界のフェンスと税関のゲートによって守られており、ここで人や物のチェックが行われる。自由地区を出ようとする人物や通過する人物は、公的な証明書が必要である。あらゆる種類の品物は、自由地区を出る際に、 関税納付の届出をしなければならず、必要な場合には支払い義務が生じる。証明書はないが明らかにもともと EU 内にあったことが証明できる荷物を持って自由地区を通過したいと思う場合、自由地区に入る際に自ら税関に行き、荷物を申請しなければならない。ノイヤーハーフェン、博物館線があるアルターハーフェン、ゼーベーバー岸壁。 コンテナターミナルの最も新しい部分である CT4、ゲーステ川の南に位置するフィッシェライハーフェンがブレーマーハーフェンの地域に属し、残りのゲーステ川の北側大部分は1938年からブレーメンの地域にあたる。ブレーマーハーフェン、中央駅鉄道ブレーマーハーフェンにおける鉄道の歴史は王立ハノーファークに言う鉄道がハノーファー王国の貨物運搬用に ブレーメン・ブレーマーハーフェン間に伏線の鉄道を開業させた1862年に始まる。現在は積み替えられたコンテナ貨物や自動車の鉄道による輸送は港湾交通の基盤となっている。同様の貨物輸送をアウトバーン網を利用して道路交通で行うことはほぼ不可能である。港湾地区の広範な鉄道網は州の所有であり、 ドイツ鉄道 AG によって運営されている。ブレーマーハーフェン中央駅は、ブレーメンからクックスハーフェンへの路線に面している。この駅はさらに、ブクステフルで行く、ニーダーエルベ鉄道の出発点である。2007年12月からこの路線上を、ハンブルクエス・バーンがシュターデまで運行している。さらに、ブレーマーハーフェン中央駅から、コロンブス駅、 コロンブスクルーズセンターへの不定期列車やベーダーー済、域の保存鉄道が運行している。広域交通ブレーマーハーフェンは2001年まで、ドイツ鉄道の広域旅客列車網に接続していた。広域鉄道路線の復活は計画されていない。レギオナルエクスプレスブレーマーハーフェンは、ドイツ鉄道の2つのレギオナルエクスプレス路線に接続しており、2時間ごとにオスナブリュック及び、 ハノーファーに結ばれている。両 RE 路線が重複するブレーマーハーフェン、ブレーメン間は、1時間ごとの運行となる。レギオ S、バーンブレーメン、ニーダーザクセン路線ズレギオナルバーンブレーマーハーフェンは、さらに、ノルトベストバーンが運営するレギオ S、バーンブレーメン、ニーダーザクセンとも結ばれている。レギオ S、バーンの RS2 の列車が1時間ごとに、 ブレーマーハーフェンからブレーメンを経由して、ツビストリンゲンまで運行している。RS には、ブレーマーハーフェン市内に3つの駅を持つ、ブレーマーハーフェンレー、ブレーマーハーフェン中央駅、ブレーマーハーフェンブルスドルフである。レギオ S バーンの開通に伴い、1988年に廃止された、ブレーマーハーフェンシュペッケンビュッテル駅の再開が、議論された。また、 クックスハーフェン駅とブクステフーで行の2つのレギオナルバーン路線がブレーマーフェルデを経由している。この鉄道はイブビーが機動車で運行している。VGB、ブレーマーハーフェンバス本社バス交通1947年12月からブレーマーハーフェンをトロリーバスが運行していた。はじめは中央駅からシフドルフまでのラインが開通した。 1949年には二つ目の路線として、ライン中央駅レーシュトレーゼマン通りが開通した。トロリーバス営業は、早くも1958年7月1日に、廃止された。1961年1月8日から、VGB の乗り合いバス営業所が、市境に面したランゲンで営業を始め、数年後の1965年12月13日に、 VGB の最初の連接バスが運行した。VGB の乗り合いバス営業所は、1980年6月1日に、ツアヘクセンブリュッケ通りの消防署の近くに移転した。2019年2月現在ブレーマーハーフェンの、公共近郊旅客交通は、2001年から、ブレーマーハーフェンバスとして営業している。VGB の18本のバス路線が担っている。 ALT 交通を含む VGB バス路線の営業権は2017年からブレーマーハーフェン供給交通 GMBH が有している。ブレーメン周辺にはさらに他の会社が運営する13本の地方バス路線が運行している。これらはクックスハーフェン、バートベーダーケーザビルヘルムスハーフェンやオルデンブルクへ運行している。 広域バス運営会社フリックスバスは、ブレーマーハーフェンからシュターデやハンブルクを経由して、ベルリンまで結んでいる。路面鉄道最初は、民間のブレーマーハーフェン路面電車運営会社が1881年に、馬車鉄道での運営を始めた。1920年から、ブレーマーハーフェン、ゲーステミュンで、レイエがこの企業に50%資本参加した。 この会社は1926年にブレーマーハーフェンベーザーミューンで路面鉄道 AG と改名され、1939年にはさらにベーザーミューンで路面鉄道 AG と名称変更された。最盛期には6本の路面鉄道路線があった。この路面鉄道は1982年7月30日に廃止された。公共金交旅客交通の乗客数は、 1975年の2500万人から2006年には1300万人にまでほぼ半減した。1998年にドイツ交通クラブは近代的な都市交通として路面電車を復活させるコンセプトを提唱した。ビデオ CD は2013年8月にこの案件を再び議論した。しかし、より重要とされたプロジェクトのために その意図は真剣に吟味されなかった。広域道路ブレーマーハーフェンの地域東部を、連邦アウトバーニア27号クックスハーフェン、ブレーマーハーフェンブレーメンバルスローデ線が、通っている。また、連邦同級 B6 号線、B71 号線、B212 号線が市内を通っている。さらに、スカンジナビア、ポーランドから、ハンブルクやブレーマーハーフェンを経由して、 オランダに至る海浜アウトバーン A20、A22 号線が計画中であるが、この道路建設に必要なエルベ川を渡る橋に、最低20億ユーロかかるとされ、議論の的となっている。地域自体は、A27 号線を、東端、B6 号線を西端とする、南北方向の橋ご上の構造となっている。B6 号線は、エルビンガー広場で、ハーフェンランド通りと、 ミッテルアクゼトに分岐する。西端の南部は、住宅街の外に、新しい建設が検討されている。北側のハーフェンラント通りは、ソルトはローターザントで、終わりとなるが、計画中のアルフレート・ベーゲナー通りを経由して、シェルブールガー通りに接続する案が検討されている。東西に横断する道路には、以下のものがある、航空ブレーマーハーフェンには、2016年まで、 ルネオルト飛行場があり、ヘルゴラントデューネ飛行場からの定期便が飛んでいた。この飛行場は廃止され、敷地は風力発電産業のために開発された。約3 0トル北に、ノルトホルツ航空基地がある。ブレーマーハーフェンのベーザーフェリー乗り場船舶、ゲーステナンガンの堤防沿いに、ブレーマーハーフェンとノルデンハムのブレクセン地区とを結ぶ、ベーザーフェリーの乗り場がある。 市の北部、カイザー水門とノルト水門との間に、コロンブス五岩堤防とフェリーターミナルがある。フェリーターミナルからは、イングランドやアイスランドへのフェリーが出港していた。コロンブス五岩堤防からは800万人以上の移民が新世界に向かって出発した。2003年5月2日から、コロンブス五岩堤防の施設は、 クルーズ客船のための旅客ターミナルコロンブスクルーズセンターブレーマーハーフェンとして利用されている。2008年には100席以上の来航が記録されている。カーザーハーフェンやフィッシュライハーフェン内にもフェリーがある。カイザーハーフェンのフェリーはカイザー水門拡張工事のために再稼働されていた。自転車道、ベーザー側の支店から川口まで、さらにはクックスハーフェンに至る。 ベーザー自転車道や北海沿岸自転車道がブレーマーハーフェンを通っている。一般機関、アルフレート・ベーゲナー研究所風力エネルギー及びエネルギーシステム工学のためのフラウンホーファー研究所研究機関、大学ブレーマーハーフェンは、ブレーメンとともに2004年3月12日、 ドイツの36都市が参加する学術都市2005のドイツ学術基盤連合に選ばれた。ブレーマーハーフェン氏はマックス・プランク研究所の協力援助メンバーである。学校オーバーシューレ、ビルヘルムラーベ・シューレ・ブレーマーハーフェンには多彩な形態の学校がある。基礎家庭学校、本家庭学校、実家学校、オーバーシューレ、ギムナジウム、職業学校、養護学校、 市民大学などである。ギムナジウムベーザーミューンデは、クックスハーフェン軍が運営するニーダーザク選手の学校であるが、ブレーマーハーフェンゲーステミューンデにある。クリニクムブレーマーハーフェン医療、スポーツブレーマーハーフェンは、アーティスティックローラースケート、ボーリング、ダンス競技の画像であった。これらの文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最初直接参照してはおりません。ありがとうございます。